せーの、スリートゥーワン、よさやきぞー、小田です。はい、ということで、皆さんこんにちは。今日やることはですね、何をやるかと言いますと、やっぱ最近小田ひかチャンネルはですね、ドッキリというものを行っておりません。全くね。はい。で、今日はちょっと違った形でお届けできたらなと思うんですけど、今日はなんと、ヒカルにですね、事前に、もうすぐ、とあるドッキリを仕掛けるよっていう、その、ドッキリ予告をしてます。で、ヒカルは、何のドッキリ仕掛けるかマジで分かってないんで、まあ、いつ仕掛けられるかも分かんないんで、それを撮っていくんですけど、その中で、俺が仕掛けるドッキリをですね、もし元彼が男優デビューしたいと言ったら、元彼はどういう反応するのかを撮っていきたいと思います。イエーイ。まあね、ちょっとこれね、分かりやすすぎるかなって思ったんですけど、まあちょっとね、俺が演技が下手ってめっちゃ日々言われるんで、そこでのやっぱね、2023の俺はちょっと違うんだぞっていうところをね、ちょっと見せていきたいなと思います。はい。でね、明日ね、ヒカルの家に行くので、明日撮影していきたいと思います。はい。で、結構、もう、まあ、ヒカルには何撮るか伝えてないんで、全然自然な流れでね、カメラ回してやっていきたいと思います。さあ、果たしてヒカルはどういう反応するのか、果たして、これがドッキリということに気づくのか、まあ、気づかないと逆におかしいけどな。ということで、久々のね、オタヒカのドッキリやっていきたいと思います。それでは、みんな、最後まで見てね。せーの、やってみよう。取りますか、じゃあ。ちょっとことっぽないね。なんかいつも散らばってるって、そこら辺に。もうことっぽないね。いらないじゃん。いるよ。もこもこの靴下、靴履いてるからさ。そう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 。ほら言ったやん。いつも見てる形に、4足ぐらい。マジ？そんなことない。それは持ってるから。何これ？着そうなやつや。どうした？欲しい。縫い物欲しいよ。大丈夫。縫い物欲しいかも。いやちょっとマジできついわ。何が来たの？いや、もうなんか。そんな食う？みかんは基本10個からしよう。みかんは10個から。これ、傷んでるか。え、でかいな。これいただくね。いやいや、追加給もしてない。いらないって、そんな。そんなみかん食べないって。うわマジどうしよっかな。きつっ。何が？いや、マジやばいんだよ。何でか。何を？マジこれやつですよ。そう、違う。こういうこと、質問コーナー取るんじゃないの？あ、そう、撮るけど、ちょっとその前に結構ガチな。これ光行ってないの？まだ行ってないの？俺は行ってないよ。結構ガチな、プライベートコータの悩みみたいな。で話して悩みっていうか、普通になんかさ、メール来てんなんだ、いきなり。うん、1週間前ぐらいに。仕事っちゃ仕事みたいな。仕事もそう、仕事も連絡みたいな。で、そのなんか、それで迷ってんのよね。仕事やろうかな、みたいな。うん。その仕事のさ、連絡さ、メールとかもしてるやんか。で、1週間前ぐらいにさ、その、なんか来た、依頼みたいな。でもその、あれやねんな、その、男優系みたいな、うん、くっそー、なんその男優だけど、そのなんか別にガチなやつじゃないの。ガチじゃないやつってなるの、その手までみたいな。バカとしてはきっや。手まで、え、だ手までやん。あるじゃん、よくなんかそういうドラマ結構ドロドロ系の。一応そのシーンがありますよね。役よね、役的になんか、そう、それでどうしようかなっていう。でそういうシーンを撮りたいですみたいな。そう、でも脱ぐんで、普通に裸やから、そこだけ映らないけど、うん、そういう撮影があるってこと、ね、映る、映る。え、下も映んの、うん、だからその、ヤマビーみたいな感じやん。アリス。今の手にアリス。あ、そうそうそう。映んねえや。え、出たいとは思ってんの？それでもそうじゃない？俳優の一本みたいな。うん。俳優なりたかったやん、うん。まあ、ちらほら聞いてはいたよね。そういうのにやってみたい。演技やってみたいみたいな。経験としてね。そう。知らんの人。その演技めっちゃ今興味あって。だからオーディションも今ね、受けるんだよ。ちょこちょこみたいな。で、その中でやっぱさ、メール来てん。でもその仕事内容がね、見えちゃうからさ。いや、やめた方がいいっすよ。あ、ほんと？でもさ、なんかさ、よくそうじゃない？女優さんとかもさ、脱いでる人がいるやん。仕事柄ってさ。過去に？あ、そうそう、過去に。しかも見えないしさ。そういうキャラじゃん。裸キャラみたいな感じ。どこが？俺にも裸見せたことない。はい。絶対見せないよね。見せない。サウナとかで隠すよ。ずっと隠す。だから逆にだよね。逆に観光したいなって。そこじゃあ出るかし。じゃあ出るかし。出たいんだと出ればいいし、出たくないんだと出ればいい。いや、それが分かんないんだ、自分の中で。分かんない。うん、どっちにしようかなって悩んでるとか。いや、自分のやることに分かんないのかないし。だから迷ってる。聞かれたらどうする？出る。いや、それ以外にやることがある。夢は違うから、うん、じゃあ出ればいいんじゃん。出てもいいの俺が。うん、いいよ。最低だね。
出るか出ないか相談してきて、出たらって言ったら最低だねって言ったんだけど。だったらどういう答えを求めてたの、だろう、うん、それに対して。こんな簡単に脱いちゃダメ出ないか、その言葉だったら脱げるじゃん。いやマジでどうしよう、ちょっと本当にうつ病になりそう、そろそろマジでうぜえ、クソ、そろそろクソの言い方、クソ、マジ悔しい。何が悔しいのかわかんない光は。俳優デビューがそれっていう、そうそう、脱がないとじゃん、俺脱いだと、脱がないと出れないと思うでしょ、だってそれって、だって普通にさ、他の人さ、めっちゃさ、役あるよ、普通になんかさ、うん、なんか普通に学校のさ、生徒さ、めっちゃ役あるのにさ、俺だけそのなんか、不倫相手のさ、サラリーマンみたいな。え、でも、オタが、そういう恋するだけでしょ。うん、それ女性も裸になるってことでしょ。そう。ってことは、オタはその女性の裸を見れるわけじゃん。だから出たい。だから出たいんだ。え、違う違う、そのさ、ちょっともう分かってくれないか。いや、普通のセリフやわ。ギャラも結構いいんだよね、ぶっちゃけね。あ、でもやっぱり、ね、うん、いくら？その850万だから。そうそうそう。だから、それもあるよね。やっぱり。50万もらえる。高いでしょ。じゃあ出ろ。最低やん。やっぱりゴミなんだな。え、どれくらいなの？やりたいって気持ち悪いじゃん。何パー回何パー。そう。今ぶっちゃけていいじゃん、もうぶっちゃけていい。で、今9。やりたいが。うん。やりたい9なの。じゃあやらないで。やりたいが9じゃない。やりたい9。91やりたい。けど、そのやっぱ2人が。10分の9。え、そうそうそう。100分なんじゃなくて。そうそう。やりたい9なの。やりたい90か。そういうこと？そのこっち今さ、結構真剣に悩んでるな。うん。どこ真剣に言ってんの。面白い。面白がらないでほしい。違う、でもぶっちゃけ2人からいろいろ今言ってくれたんよ、その良きお言葉を、うん、で、それでなんか気持ちがちょっと変わりつつあるんだよね、ぶっちゃけ、うん、だからそのどうしようっていう、そのまあいろいろ言ってくれたんよ、その本当に脱いじゃダメでしょみたいなとか言ってないな。自分が言ってもらいたいっていう希望を確かに言ってもらったって勘違いしちゃった。ミカ食うんだ、結局ミカ食うんだ。いや、自分が9やりたいのとやればいいじゃん。でもさ、一応やっぱ黒歴史にはなっちゃうわけじゃん、やっぱり。だって俺の裸はじゃあみんな見れちゃうってことでしょ。うん。それって嫌じゃない。それ分かった上での9じゃない。そこ分かってなかった。じゃあ何なんでしたか。だから最終的に、そしたら 5？ 最終的には5。じゃあ半分半なんね、言ったでしょ。都市伝説みたいなって、ふざいて、うん、こんな俺ふざけてるけど結構ガチなやつだからさ、うん、難しい。食べろって、握って、にぎにぎしておくってどうなの？温めただけやん。それチームとしてさ、やっぱオタキカもやってる以上、ここはやっぱり俺だけで決められないよ。しかも脱ぐとか。だからそれはどうなの？ヒカルちゃん的には。その俺の意見大事だけど、そのヒカル的にはどういう意見あるか。相方として。のは聞きたいね。そう。まあ5対5ならやればいいんじゃん。なんで？まあやらないよりはすごいし。経験として。でもやって後悔もあるかもしれないよ。やった上で。やらなくて後悔は？の方が嫌だ。やった後悔よりもやらない後悔。うん。だってやらなかったら別にオタくんじゃなくたってやりたい人なんかいくらでもいるんだから。なるほどね。俳優の駆け足にはなる。そうだよ。別に売れたい俳優なんかいくらでもいるよ。向こうだってオタくんじゃなくてもいいんだよ。いくらでも思ってるよ。いや、もう俺なんだよね、そこは。その俺も一回断ってんだから、それ。うん。さすがにちょっとオタ聞かもやってるし、そのやっぱ脱げないんですよ。うん。でもその本当にオタさんで行きたいんですよね。うん、なぜかそのめっちゃハマって役に。あ、そうなんだ。そう、マジでドンハマりして、うん、俺がそのペケタンみたいな。俺演技できんのかなって感じやん。だからそこもあるんよ、ね、そのやっぱ指導とか受けてないしな。で一回ちょっとやってみると思う。いや、俺の本気で演技見たことないもん。できないよ。できない。なんで向こう最終的な判断でも自分ちゃひかりちゃんもあっても言ったし、うん、そういうのひかり悩むから分からんねん。一回3人でその演技してみる。それで決めろ、どのぐらいまでいけるの、その俺がね。あ、今それで2人で判断してほしい。もう無理なら無理って言ってほしいし、素直にじゃない。だってさ、じゃあいざさ仕事行くって言って さ演技も下手くそでボロボロになって帰ってくるの嫌だ。無理だよ。でしょ、うん、だから俺それ嫌だから。いや違う、うん、無理だよ。そうね、うん、演技できるかできないか、ヒカルが判断して、それぐらいだったらやらない方がいいし。いや、どういう、あれなの、その役は。おたは。悪役やね、どっちかっていうと。悪役なんだ。うん。で、俺は。ジンは、その主人公でしょ。俺主人公。ヒカルちゃんは。ヒカル参加したくないよ。あ、審査員、完全に。ヒカル審査員だよ。で、俺は違う。ここ、2人で演技するの。そうだよ。じゃあ、女の子だみたいな感じでいいんじゃん。いらない。だから、一人の女の子、二人とも好きで、どっちを取るかみたいな。ヒカルちゃんいないのじゃん。ヒカルいない。だから、ヒカルのことを言ってる程度にいっちゃう。じゃあ、ゲームはどうだ。
それでも悪役なの。ね、だから1回だから今これ審査でしょ。審査は別に何でもいいよ。ギャドリブでやるってこと。あ、そうそうそう。じゃあちょっとじゃあ振ってみて、まず。これガチでやる、うん、そのふざけないよ、そのガチのやつだからさ。よよ、どうなのお前は。俺は好きだよ。これです。マジでふざけんな。俺ふざけてる。違う違う、マジでふざけてるやん。何バリストのせいにする。俺が好きだよって言ったけど。バリストのせいにする。 G 演技は無理やって。なんでマジで。こっち向かないで、あっち向いてる。ちょっとじゃあ喧嘩してるから。いやいや、演技でさ、顔見合わせないとかないから、マジで。そうやから。こっちはこっち向いてくるから。そうやな、だからお互いこっち向けばいいじゃん。やってみて。お前どうなん。俺はずっと好きだったよ。でも俺が、間が、ちょっと待って、間が違う、違う、違う、俺はって言ってさ、ジン笑ってたよね、今ね。いや、笑ったけど、オタ君の、そう、絶対セリフ言わないんだろ。オタ君、ジン君の方見てないんだ、関係ないんだ、自分が笑ってるんだ。そういうこと。じゃあもうなしで。ねえ、ほんとにちゃんとやってほしい。ひかりちゃんいない。ひかりいない方がやりやすいよ。はい。お前オッケー、じゃあもうこれは持ち帰ります、俺一回、はい、で、またあの報告するわ、うん、で、いい？うん。結局じゃあ自分で考えるってことだよね。自分で考える。切れました、最悪だ。ドッキリにした。拍手、拍手じゃないから。まあおかしいな、拍手は。ちょっと待って、疲れた、マジで疲れた。どう、騙されてるでしょ。ずっと騙されてない。え、騙されてないって。どうしてだ、騙されてたと思ったの。え、それそうでしょ。いやーね、盛り上がったね、かなりね。彼が男優デビューしたらどういう反応するのかっていうね。そこはドッキリ。そう、うん、どこかと思ったの、逆に。確かに、どこだと思ったの。ドッキリって先に教えてからドッキリしたらどういうドッキリになるか。じゃあもうドッキリのすれ違いみたいな感じ。そう、どっかでドッキリ仕掛けるよみたいなさ、話をさ、あ、そういうことね、だいぶ前にしてたじゃん。で、あ、そういう、もうだから裏取りか。あえてのドッキリなのか。なるほどね、単純すぎてね、あれは。え、そうそうそう、そのドッキリしすぎて裏を書いて。だって普通にドッキリってわかるじゃん。まあ確かに、このドッキリは、うん、あ、これドッキリって言ってドッキリ仕掛けたらどういう反応するのか、ドッキリだなって思っちゃった。あの、違う、本編。これがあの本ネタなの。普通の本ネタ。本ネタなんだよこれが。大丈夫か。え、だから、あの、うん、あの、なるほどね、そうすれ違ってたじゃん。そう、だからドッキリってわかるじゃん、普通に考えてさ、うん、普通に多分仕掛けられてるって思ってなくって気づくじゃん、うん、多分男優で悩んでるとかさ、やっぱなんかクソーとかさ、わかりやすいじゃん。あ、わざとらしかったってこと。わざとらしかったよ、めちゃくちゃ。本ネタです。だけど分かった上で、うん、あ、これドッキリだなって思ってから、あえてなんかちゃんと答えた。うわー、これ事故だね。マジですれ違ってるやつよ、これ。光普通さ、なんかもっとなんか乗っかってくんねん、いつも。いつも乗っかってくんねんけど、全然乗っかんないから。信じてないの。普通にプライベートでこんな会話しても信じないしね。うん。なるほどね。まあまあ、だから勉強になって。わかりやすすぎて、逆に、あ、ドッキリのドッキリだって。あ、そういうことね。うん。いや、だって、なるほどね、俺にさ、撮影前とかさ、ジムガチでやるから、マジでお前も演技ちゃんとしろよって言ってくんの、とか。うん、あ、ガチでやるんだって思ってたのに。もうすぐふざけてたから。そうだよね。なんかわざとさ、笑ってたじゃん、最初らへんから。あ、わざとだって思った。笑ってたりさ。俺もだからドッキリかけられてると思った。オタクのせいで二人ともなんか、うん、いつもと違う感じになってる。違う違う、ごめん。いいですか、本ネタです。はい、ということで、はい、まあちょっとよくわかんない感じになったんですけど、まあいいとしましょう。ややこしい、うん。ややこしかったの、めっちゃ。はい、はい、ということで、皆さんぜひ面白いところから声をしたらどうかね。お願いします。ということで以上、ポテトお疲れでした。バイバーイ。バイバーイ。